マイルス・デイビスと共演するヘンダーソン・マイケル・ヘンダーソンは1970年代初期にジャック・ジョンソン、パンゲア、そしてライブ・イブルといった初期のエレクトリック・ジャズのアルバムでマイルス・デイビスと共演したことで最もよく知られているアメリカ合衆国のベーシスト、ボーカリストである。ヘンダーソンは1970年代の エレクトリックジャズで最初に頭角を表したベーシストの一人であり、また過去40年に最も影響力を持ったジャズ、そしてソウルのミュージシャンの一人でもある。マイルス・デイビスのほか、マービン・ゲイ、アレサ・フランクリン、スティービー・ワンダー、ドラマティックス、ドクター・ジョン、その他多くの有名なアーティストたちと演奏し、録音をしている。ヘンダーソンは、ボブ・バビット、そしてボブに、 最も影響を与えた存在であるジェームス・ジェ・マーソンと共に3人の最も偉大なモータウンのベーシストの一人だと考えられている。デイビスのバンドに加入する前にはヘンダーソンはスティービー・ワンダーと一緒にツアーに出ていた。スティービー・ワンダーとはシカゴのリーガル劇場でライブのリハーサルをしていた時に出会ったのである。デイビスは若いヘンダーソンが1970年の初めに ニューヨーク市のコパカバーナで演奏しているのを見て、俺があんたのイカれたベーシストを連れて行くよとだけワンダーに言ったということである。デービスと一緒にまる7年過ごした後、ヘンダーソンはソロ活動を始め、作詞作曲と歌に集中して、1986年に引退するまでアリスタレコードで多くのヒット曲とアルバムを生み出した。バラードがよく知られているが、 ケンダーソンは影響力のあるファンクの演奏者であり、彼のリフト、歌は広くカバーされてきた。彼のソロでの録音は100万枚を優に超えるアルバムを売り上げている。ワイド、レシーバーというアルバムに収録されている同盟のタイトル曲は、ブレイクダンスのダンサーたちに非常に好まれている。このアルバムは2010年11月に、イギリスのレコード会社スーパーバードから再発された。また、 マイケル・ヘンダーソン・ベストというタイトルの編集版にもワイのレシーバーは収録されている。ヘンダーソンはノーマン・コナーズがソロで歌ったあなたは私の宇宙船やコナーズがジーン・カーンと共演しているバレンタイン・ラブといったヒット曲をバラードとして歌ったことでも有名である。彼のベースリフの多くがモータウンサウンドの太くて深みのあるノリを求めているプレイヤーたちによって 模倣されてきた。彼のベースリフは、バレンタインラブや、あなたは、私の宇宙船といった、ヒット曲から、スヌープドッグや LL クール、J といった面々のサンプリングのネタ元となってきた。また、彼の歌は、JZ のアルバム、アメリカンギャングスターやエミネムの、8マイルなどでサンプリングされたり、カバーされたりしている。ノトーリアス B.I.G., リック・ジェームス、ウェイ・マンティス・デル、 シュガー・レイといったメンバーの企画でもサンプリングされたり、カバーされたりしている。彼は現在アメリカ合衆国に住んでおり、他のモータウニやソウルのミュージシャンたちの素材や、彼自身のソロの素材を演奏して、時に、ショーで演奏している。かつて、デイビスのエレクトリックバンドにいた他のメンバーと共に、再会コンサートも行っている。ありがとうございます。